MCP-200 は成功インストゥルメンツ製の DDI ポケット向け PC カード型データ通信端末である。本校では同日販売された MCP-210TD についても説明する。DDI ポケットが初めて発売した PIAFS2.1 に対応した初のデータ端末である。前年に PIAFS2.12H 端末の PHSJ80 が対応していた。端末形状は PC カード型タイプ2を採用し、本体の色調は最初に発売されたモデルは緑、後期に販売されたモデルはシルバー系の色を採用している。対応する通信形式はデータ通信の PIAFS のほかパソコンに専用ソフトをインストールした上で、イヤホンを本体にある端子に差し込んだ上で、 音声通話をすることもできた。MCP-210TD はベースとなった MCP-200 をツーリンクデータに対応させたモデル。本体の色調は最初に発売されたモデルはピンク、後期に販売されたモデルは MCP-200 と同様にシルバー系の色になった。サービスを利用することで発信番号が3カ所に限定する代わりに月額料金を980円と バリアスなサービスが使えるようにしていた。付属品は取扱説明書の他に Windows 用および m a c i n t o s h 用のセットアップディスクなど、また MCP200 には、さらにイヤホンマイクが付属していた。本機種が販売された以降に開始されたエ l f e、hey、以降のサービスには対応していない。両機種とも共通である。ありがとうございます。